ここにタイトダダをこねるのか。動かぬ両足潰せぬ水ぶくれ。歩道橋の上、電車と名付けられた鉄の箱が、人と名付けられた有機物を運んだり引いたり踏んだり、それだけの光景。何べん吹き出した血液、待ってよく売れた桜の実みたいね。あなたにはあなたの人生がある。そっから根っから僕とは違う。一人称視点けれど主役は不在、不愛なしの消化試合。高みを目指すとは他ならぬ自分のための行為で、だから僕には生きるって規制がないんだ。はぁ、馬鹿らしい。何億もの精神の補欠の一つ、この世に生まれたの時代で誓いなんだって、そうなんだって答えはもう出てる。ガムテープでうるさい口を塞ぐ、墓場へ持ってくための梱包作業、そりゃ傑作。笑う記憶もなく、これはきっと病気、それでいい、このまま犯してほしい。うっさかく積まれた漫画、だから見上げないの節が。外には賑やかな角度、ヘッドフォン弾丸の雨をしのぐとしよう。自分を愛せなきゃ人も愛せない、なんだその下手な嘘は。こちとらオートモードのソシャゲ、起動した人生とは別の何かを見てる。それが惚れた晴れたの類なら、二人が一つになった時、主役は僕で鳴らされる鐘。夢夢叶わない、夢出てる。ガムテープでうるさい口を塞ぐ、墓場へ持ってくための梱包。